皆さんおはようございます。現在私は兵庫県は姫路市、姫路バイパスを走行しておって、今から姫路南出口から出ましてね、市内の方に向かっていきたいと思います。今からですね、姫路市内で朝食をいただくということでですね、車を進めておるわけでございます。さあ何回来ましてもこの姫路、こちらの方はね、朝のモーニングのメニューが非常にね豊富でございまして、喫茶店でねいろんなモーニングがいただけるということでですね、今回もまた有名なモーニングいただきたいと思います。全世界うまいもの巡りの旅その162ということでございまして、今回はですね兵庫県姫路市駅前の方にございます。これ姫路の JR の姫路の駅前でございますね。こちらを右に曲がりましてしばらく行きますとお店がございます。カフェレストランアベニューでスペシャルモーニングを食すということでございます。さあ道の方はどん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 進んでまいります。この光がね逆方向からやってくるところが朝のね弱いところでございます。ここを右に曲がりますともうお店はすぐということでございまして、この左手の方にねございます。さあ見えてまいりました、左手の方に青いねこちらの方のね、さあこちらの方お店の方にねやってまいりました。さあカフェレストランアベニューでございます。朝の7時からねモーニングメニューが楽しめるという地元民に愛されておるお店ということでございまして、早速入店してまいりましょうか。おはようございます。一人ですけど、まだね開店したてということでお客さんも少ない状態でございますが、まずはね席に陣取りましてね、スペシャルモーニング食べてみたいと思います。スペシャルモーニングは950円ということでね、はい、アーモンドトーストありますね。はい、それで、はい、飲み物は、はい、ホットミルクティー、はい、はい、お願いします。相変わらず飲み物はホットミルクティーということでね、こちらでいただいて、いろんなね、550円から1000円、こちらまでね、いろんなね、バリエーションがございます。まだまだね、お客さんは入っておらない状態でございますが、さあやってまいりましたスペシャルモーニング950円でございます。トーストの方はねいろいろ選べるんですが、アーモンドトーストにさせていただいております。どっさりあるのがナポリタンということでございますね。そしてアーモンドトースト、アーモンドがちょっと小さめというのがねちょっとご不満の点でございます。そしてホットミルクティー、そしてお野菜、そしてちょっとオレンジのねちょっとカットオレンジ、そして目玉焼きじゃございません、ゆで卵でございますね。煮抜き、こちらがねついておるということでございます。まずはねベジファーストの観点からお野菜からいただくと
いうのが、まあ、セオリーでございましてね。まずはね、野菜から食べようと。炭水化物とタンパク質は後ということでございます。しっかりね、お野菜をいただいてから糖分、そしてタンパク質はいただくというような順番でございましてね。まずはね、パスタをいただきたいんで、まずチーズをかけましてね。そしてしっかりかけさせていただきましたら、こちらの辛いやつもね、タバスコもかけさせていただくということでございます。まあいろいろとね、上からかけさせていただいて、いろいろ施しましたら、さあナポリタンでございます。イタリアンというかナポリタンというか、パスタをいただきます。実はいろいろ姫路でね、このイタリアンっていうのをいただくんですが、あのチーズとねタバスコがね、ついてきたというのはこれ今回初めてでございます。まあそれはあった方がいいですよね。ないよりあった方がよろしい。まずね、このしっかりあるねパスタをいただきます。昭和のカフェからするとですね、このパスタがねちょっと伸び気味ぐらいでちょうどなんですね。アルデンテでねやってくるということはまあないわけでございます。伸びたパスタ、これをねちょっといただくと、そういう感じでございます。先にねこのパスタをグッといただきましてね、糖分を血中に届けたい、そういう感じでございます。そういう意味合いではですね、炭水化物がちょっと肩になっておる、タンパク質が少ないめであるということがちょっと特徴であろうかと思われます。そしてアーモンドトーストでございますね。もっとあの上の面にねしっかりとアーモンドトーストが乗ってりゃいいんですが、乗ってるような乗ってないような、お砂糖、ガリガリ砂糖がね多いという感じでございます。そしてゆで卵をね、瓦を剥きまして塩をかけてあります。こちらをねいただきましてタンパク質取りたいと思います。そしてアーモンドトーストでございますね。まあいろいろ好みもあるんでしょうが、ちょっとこう砂糖がね多すぎるというような感じがしてまいります。しかしまあね、なかなかね美味しげなアイス、トーストでございましてね、砂糖多めでございますが、これもまたこれで美味しいということでございます。さあもう一枚、もう一遍のねアーモンドトーストがっつりいただきましてね、そして飲み物を飲んでいこうかという感じでございます。さあラストスパートという
感じでございましてね、アーモンドトーストをどん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 いただきまして終了に近づいておるという感じでございます。さあ、ホットミルクティーも飲み終えましてね、最後のアーモンドトーストということになるんでしょうか。さあ、最後残りますはデザートとしてのカットオレンジでございます。さあ、カットオレンジもいただきましたら終了という感じになりますが、なかなかね、みずみずしいオレンジでございましてね、美味しかった。はい、おごちそうさまでした。最後までご視聴誠にありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。大変励みになります。またご質問等はコメント欄にて残しておいてください。はい、ありがとうございました。